で、ドライバーが吉川運転士、ガイドは私、吉野かおりと申します。安全運転で参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、今大阪駅ちょうどここが西梅田というところですね。また後ほどですね、この右から来る四ツ橋筋で大阪駅の方へと戻ってまいります。先ほど難波コースで走行した御堂筋は南向きの一方通行の道路でしたが、四ツ橋筋は、ね、このように北向きの一方通行になっています。すぐ目の前がホテルヒルトン大阪ですね。本当に梅田という街は大阪市内でも一番の規模を誇る商業地でございまして、地上にはこのように高層ビルが所狭しと隣立しております。また梅田は地下街も非常に複雑にかなり広範囲にわたって網羅しておりまして、この辺りから正面にかけての一帯にはディアホール大阪という地下街が広がっております。それ以外にも阪急三番街やホワイティ梅田、同時の地下センター、そういった様々な地下街と JR の大阪駅、 JR の北新地駅、地下鉄大阪メトロの梅田駅に西梅田駅、さらには東梅田駅と、私鉄阪急電車の梅田駅、阪神電車の梅田駅が全て地下街でつながっております。前にご覧いただいて
大高天満宮境内にもたくさんの梅の木が飾りまして、毎年2月中旬から3月上旬頃、梅の開花時期に合わせ天満天神梅まつりが開催されております。そして今年ももう来月に迫っておりますが、大阪天満宮では7月の24日が宵宮、翌25日は本宮で、大阪を代表するお祭り天神祭りが行われます。本宮7月25日の日中には陸渡御、それから船渡御といった神事に加え、夜には5000発近い奉納花火が大川の河川敷から打ち上がり、大阪の夏の夜空を彩ります。天神祭りも一昨年、昨年と2年連続コロナ禍の影響で行った祭事や花火大会は中止となり、今年もどうなるのかなと思っていたんですけどもね、どうも今年も船渡御や花火大会は3年連続中止が決まっているようでございます。例年130万人もの人でにぎわう天神祭り、それとなると特に船渡御花火大会なんかは大変な手混雑になりますので、ね、今年は残念ながら中止が決まっているようでございます。天満という町は非常に東西に範囲が広く、この中くぐってまいります。阪神高速森口線のあたりを境に、こちら西側が西天満、高速道路から先東側は東天満という大きく東西に分かれております。この辺りに支店舗は古美術、骨董などを扱うギャラリーやお店の多いところです。古美術の街と言われてきたところなんですね。大阪天満宮があるのは東天満でございまして、この後近くを走行してまいります。
近くに象印魔法瓶の本社があるんですが、象印魔法瓶の創業者市川金三郎、金三郎兄弟はもともとは、大正時代の頃にこの東天満で電球を作るガラス職人さんでいらっしゃいました。電球を作る技術を生かし魔法瓶の内瓶を作ったのが象印の企業の誇りでございます。かつてこの辺りにたくさんあったガラス工場は戦時中の空襲の戦火でほとんどが焼けてしまいまして、現在この付近にわずか2軒のみ小さなガラス工房があり、そこで大阪の伝統工芸品の一つ伝統切子という非常にデザインの美しい切子グラスの製造が続けられております。オールドグラスとかですと1つ3万円とか4万円くらいで非常に高価なものになるんですが、形に残る大阪土産としては非常に人気でございます。この先東天満交差点を左折すると超老舗の帝国ホテルがあるんですが、
造幣局桜の通り抜けは特に予約も必要なく、期間内であれば誰でも自由に敷地内の桜が楽しめるんですが、もうそうなるとかなり密になってしまうということで、今年は事前にインターネットでの予約制で開催が行われました。この辺り桜の名所が多く、地名も桜の宮と申します。
ようになっていまして、大人の方お一人600円で見学もしていただけます。豊臣徳川時代の出土品や太閤秀吉好みの黄金の茶室のレプリカ、大阪夏の陣の屏風図などが展示されています。ゆっくりねバスが進んでまいりますのでね、
中央区ですとか、梅田や天満のあたりの近く、そして堀江の町がある西区のあたり、近年はタワーマンションが増えてきておりまして、すぐ目の前にも、時は背の高い、六本木大社タワーマンション。Come on.
ットベージュの外壁の、こちら明治45年に完成した北浜レトロビルジングと申します。もともとは貿易商のシャウクとして建てられたものなんですが、今は特に若い女性に人気の英国式のティーサロンになっています。最近とか若い方の間でアフタヌーンティーが流行っているそうでして、ここにも紅茶やスコーンの美味しい人気のお店、週末はよく行列もできています。登録有形文化財にも指定されている建物です。そしてこの目の前の信号の右手真横にかかる橋、下元に位置するライオンの像、左右ライオンの口元をご注目いただくとアウンの形相になっております。こちらが何わ橋、通称ライオン橋と申します。あの何わ橋のちょうど真ん中あたりに中之島バランス園を見ている階段がありまして、今度は滝並みが丘の大通り側の古いビルの
橋南詰めと刻まれた石碑にも残っております。ちょっとね見えづらいんですけどね、ここから右一方通行の看板のちょっと真下あたりですね、四角い石碑桜橋、ここが南詰めだった場所でございます。明かりが灯り始めました。